わためとロボちゃんに会いました。実はなんか食事中の話でさ、誰と一番よく会う、誰が一番仲いいみたいな話になった時に、私がまあチョコセンかなって言ったの。チョコセンと私めっちゃ合うんだよ実は、って言ったら、わためがえ、わためはって言い出して、おいおいおい、可愛すぎる、わためとか言う女可愛すぎるぜ、一番仲いいの誰、うん、チョコセンかなっつって、え、わためじゃないのっていうの、めっちゃ可愛くないですか。違うんだよ、わためはめっちゃ仲いいんだけれども、めったに会わないの直接。だから会う判定としてチョコセンをランクインさせたら、なんかめっちゃ可愛かったのえ、そこでさ、え、私はって言えるやつ可愛すぎない。私も言ってこうかな、誰かにさ、え、誰と一番仲いいのって聞いてさ、誰々かなっつって、え、ウリはって言ってみようかな。見当違いだったら恥ずかしいけどさチョコセンとそんなに合ってるのな。来月もね、会う用事があるよチョコセンはね、めちゃくちゃ誘ってくれるからね、よくご飯に行くんですよ。俺は誰、お前、帰れ帰れでもね、うざいえ、私はっていうのうざいですか？ウイちゃん家から出ないじゃん。まあね、私は誘われないと出ないけど、誘われると結構ホイホイついてくんですわ。多分縁切られる。嘘でしょ。え、ウイと仲いいの一番じゃないのって言ったら縁切られんの？ウイはそんな濁音じゃないよ別に。誘うからご飯食べに行こう。誰だよお前。知らない人とはご飯行かないんで。はい。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。